お様です。じゃあ今日はね、3月1日になりました。いや、2月の最終週はね、やっぱきつかったですね。そのきつい最終週の今日は最終日でございます。3月のスタートが、まあ、第9週目の最終日というね、なんとも因縁深いことでございますけども、えー、昨日は何が起きたかというと、あの、高田審議官でしたっけね、日銀の。あの方の発言によって大きく下に割れたわけなんですよ。それがこの陰線に出てるんですけども、 同時に、半値戻しがもうすでに起きて完了してます。ですんで、半分まで値が戻って、今またね、150円前後のところに来てるわけですけども、そうなると、前回の条件を引き継いで、150円を抜けたら、今度倍でね、えー、まあ、円安の方向に、この、ローソク足が向かっていくところを狙いたいなというところがありますね。それが前提としてあります。その時間が今日金曜日だけ、 十分あるかどうか見極めなきゃなりませんけどね。で、新しいレンジなんですけども、ここに引くことになります。これですね。価格で言うと、150円の100から149円の450あたりです、はい。で、大きく下落して、昨日までのレンジっていうのは、一昨日までのレンジっていうのはね、もうすでに一旦壊れてますんで、ここか。ここね。壊れてますんで、まあ、狭いね、50ピップソードのレンジだったんですけども、それが下の方にブレイクして、今、 こちらの50ピープソードのレンジに移ってきたということになりますね。この全体感を捉えておきましょう。それで、基本的には長期で見ると、まだ日銀の金利が引き上がるまでは円安方向です。で、さらにアメリカのドルなんですけども、こちらの利下げが始まるまでは、やっぱり円安方向です。で、今年の夏場から秋、そして年末にかけて、アメリカも日本も 金利の政策を変えてくると思われますので、そうなったらね、150円どころか、149円、148円を割って、円高の方向に調整されるんではないかなと思いますね。はい、そして長期中期の話はいいんだけども、今日はどうなるねんってことですけども、これで見ていきましょう。3月1日金曜日朝6時、150円の100から149円の450、つまりはこことここですけども、これに挟まれた レンジでまず見ること、そして方向性を測る、そんな午前中を使っていきましょう。方向性ね。これが上の方に行くのか、しばらくレンジでうろうろうするのか、それとも下の方にさらに抜けていってね、このゾーンに何かしらの絡みを作っていくのかっていうところです。エントリーするかどうかはそっから先ですね。えー、今日はね、あの難しい一週間のさらに え、月初でもありますし、週末でもあります。いろんな条件が重なるんで、今日はね、エントリーできなくてもしょうがないと思いながら進めていきましょう。それではお疲れ様です。